今回また、ニューパーズマスターやってるんですけども、新しいイベントで、スタートレジャー。前回のね、1マス2さんの時の、確か、成人式のやつだったかな。あれみたいなやつが今度10マスで、順番的にね。10マス今回はアザラシになってるね。アザラシと10マス。あれかな？イルカになったじゃないから、アザラシになった10マスなのかな？で、まあ、おしまつガチャと、豆まきは、まず紹介しないかったっけ。豆まきの、まあ、星3の節分と星4の恵方巻きと星5。超プレミアムガチャ。今現在、水曜日なんですけども、あともうちょっとで、回せなくなりますね。ただし、優勝ガチャ50。失礼。まあ、あとキャンペーンもあると。ちなみにガチャは、ちょっと、キャラの性能次第。ああ、3個爆弾。ルーレットブロック。はあ。1ターンまたは2秒延長。ちょっと、これは狭いな。厳しいな。ちょっと必死に貯めたジュールあるけど、ちょっと保留。まあメインも少しずつ進めてはいるのですが、早速イベントを見ましょう。イベント開催中だって。かわいいね、重視します。なんだ、別の曲かかれたんですけど、曲違うの。行ってきマッスル、マッスル、ハッスル、ハッスル。寒中水泳賛成ん？なんだこの間は何？この間は何？もうこうすれば話進む？みやみ。お。ここでいやみ出るの初めてかな、自分の方は。過去に出たっけな。相変わらずな間違えるんだね。なんか後ろに隠してる。ん？あ、アザラシだ。なんか泣いたー。話が途中だぞ全然わかってないぞ。この曲はなんだ、何こののほほーんとした曲、新曲、なんかのアレンジなのかな。スタートレジャーはまあルールは一緒ね。性能選択した
種類のブロックを3個ランダムで除去。4個か、最大で。選択肢種類のブロックを4個ランダム除去。4個ランダム。選択した種類のブロックを4個ランダム？たったの4個。前回がさ、1マス2さんのやつ、あれ、紙マスブロック2つ発動だからさ、それに比べたらちょっと微妙じゃない？しかもランダムだし、選択じゃないし。まあでも、普通にジュエルももらえるし、進めるべきではあるんですけどね。待って、この背景も面白いね。新品ブラザーズの衣装があるんだけど。衣装にね、これ、リアージのバーベキューでしょ？ウォータージャンビクンストーンのところでしょ？で、上に行って、なんか、なんで流氷があんの？で、最終的に流氷に乗っている十四松と。18体内か。ちょっと、難しいかな。ちょっとごめんなさいね、音がうるさい。外の音がうるさい。ちょうどお昼になってしまった。何してんの。まあちょっと音ずれてるけどしゃあない。よし。あっつちょっと早すぎたか、壊すの早すぎたか、大丈夫か。お買い物ブロックでした。なんとかして俺の真の力を見せよう。なんか紹介できなかったからな。一松二さんのスキルも使いたいんだけど、ちょっと待って、なんかすごいことになったんだけど。これほとんどクリアしてる感じなんだけど。どうしようかな。考えているのか？あ、あった。これだ。はい、終了。使ってないんだけど、スキル。あ、待って、これ足りないんじゃないか。あ、足りないんじゃないか、これ。あ、でもまあ、いけるかも。これならいけるか。カニマツブロックもあるし。いけると思いたい。あ、よかった。いけた。ただボタでいけた。マジか。もう大丈夫よ。よし。よしよしよし。いい感じ。そして、お、まあ二つ目もやってみましょうか。めんどくせえ。音が戻ったかな。音戻ったね。マジか。なんなのこれ。マジか。お、さあこれでスキル見せれますね。養わないと危険だ。一末ならやれるさ。よし。さあこのスキルはねかなり強い。まず青。真の力を見せよう。俺の分まで頑張って。で、この辺か。
で、次は、ここかな。ここからなんだよな、問題は。マジか。あ、来た。おこぼれがいっぱいできる。養わないと危険だよ。お前ならできる。よし、まずこっち。で、あとこれ。フィニッシュ。うまい具合にね、落ちてくれると、こういう風にね、楽に進めるんだよね。いい感じかな、今のところは。略称。よし。順調ね、結構。たまたま順調ね。よし。ステージ3まで来たところで、じゃあまたカットします。カットして、ステージ10まで行きますので、一旦カットです。はい、ようやく、ステージ10まで来ましたので、あとはこれを解いてクリアです。なんとか星3でクリアしたいんだけどな。いけるかな。わー、難しい。わー、いろいろ落とすぞ。わあ、難しそう。これは厳しいね。うわあ、全然手がつけられないよ、これ。また盛りだくさんだな、これは。そうか。やっぱり単数がちょっと短すぎる。あ、発動できる。その技は、その技は凍ってんだよな。まずはこっちか。まずはここ。で、こうして、あとはビールだけ。市松ならやれるさ。ビールだから、その色なんだよな。遠いな。だったらこうする。あ、でも凍ってるから、解凍させといて。よし、クリア。よーし、クリア。あら、一発でクリアしたよ。これだけあれば十分でしょう。おお、ふ。あー、階層感。爽快感か、間違えた。爽快感、いいね、これ。略称。よしよし。よーし、クリア。1時間ぐらいでクリアしましたよ。
はい、コンプリート。来た。アザラシ迷子かな。ミーナーだ。おう、イヤミの。なんで？ふんふん。なんで？頭の悪いチョロマス。ジューシマスだよ。どっちでもいい。食べるの？家族に会いたい。ダーン。汗かいて。金ずる、金ずる。お、たくましい顔して。で、曲がって、ただいまーする。海。信じてもらえないよな、これ。かわいいな。ジューシマスだったらもういつの間にかアザラシを一日でアザラシを海まで持っていくというね。よし、ゲット。はい、イベント報酬ゲット。はい、ゲット。よし、これでコンプリートだね。で、戻るときどうするの？こっちか。で、コストをチェック。よかった。2時でメンテだからね。それまでに終わってよかった。アザラシ白、アザラシと重始末。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。白。どっちが背の上なんだっけ。見てみましょう。泣いてる。僕と遊ぼう。3個ランダム除去。いっぱい遊ぼうよ。はあ。どっちなんだっけ。白。これは白の方なのかな。白い方を育てればいいのかな。白にしてみよう。あ、こっちはラグダなんだね。で、一気に進化させると。進化、進化。おお、かわいい、かわいい。かわいい。どっちもかわいい。アザラシもかわいいし、十四松のこの喜ぶ顔もかわいい。これで進化すると、ランダム4個になるんだよな。4個なった。
よかった。フルモンティではなかったが。いっぱい遊ぼうよ。よかったな。フルモンティじゃなくてよかった。でも4個ランダムでしょう。頑張ろうね。ちょっとこうしてみるか。イベント終わったからちょっとこっちでちょっとチャレンジ。ち、めんどくせえ。さあ数字末でいきましょう。あ、なんだこの左下のは、あれはなんだ、あれめがければいいのか。もうちょっと増やしたいな。ちょっと少ないな、あれだと。こっち側に増やしたい。そろそろ。うわあ、まだまだ足りないなこれ。でもスキルさえ発動できれば。あ、でもランダムなんだよな。何度も言うけど。養わないと危険だよ。みんな強いね。端っこ。指定職。樹脂末。ジュシマサスト。その技は、その技はタップした基本ブロックが、基本ブロックはこれでもいいのか。あ、基本ブロックになるか。そうかそうか。おっとおっと、そうなるのか。ダメなのか、ダメなのか。うわあ、しまったな。しかも今消し方も間違ったし、もっといい消し方があったはずなのに、やってしまった。いろいろミスってる。終わった。あのタイムなんとかしたかったな。立っても意味ないけどね、タイム増えないし。え、これいける、いける、これ。え、いける？基本スコアちょっと少ないけど、いけるか？え、いける？楽勝楽勝。やっぱいけないよね。ちょっと足りないもんね。なんか戻るか。これ、唐松兄さんだったらもしかしたらいけたかもしれなかったね。もしくは、十四松の、今持ってるやつだったら、タイム延長とか。これとかね。これじゃない。タッティじゃない。これとかだったらね、まだ。まだワンチャンあったかもしれない。単数増やして。これはミスったな。これは白でしょ？まあ。こっちも多分色は違うけど、まあまあまあ。胸パーカーね。見た目どれがいいかな。
見た目これがいいな。あと見た目、そう、見た目変更で、見た目変更で押さなくちゃダメなのか。まあ、というわけで今回、イベントをやって、新しいイベントね、新しい中始末、1時間ぐらいでクリアできました。まあ、実はアイテム使いました。白状します。というわけで、今回はここまで。